かがでしたか？よかった。どうも。はい、お待たせいたしました。皆さん、あだ壊したな。はい、あだ壊したなで意味が分かる方、あら、半分上がった、そら分からない、腕が上がらない、腕が上がらない。まあ、あの、久しぶりにお会いできて嬉しかったですね、というのをあだ壊したなで済ます、この速さね、枕座弁ツーター便利ワンサな。今日は枕崎カツオ船止め市をですね、そちらの方は3人とも引率の方じゃないですか。ご老人を連れてこないと引率の方は食べて言われる。ご老人の部類に入ってるようにはとても見えませんよ。その前の列の方はこれから老人になろうかという、そういう老人呼びたいと言いますかね。しかも踊りながら80歳っていう、80歳は元気ですね。無駄に元気を貯めてませんか。無駄に元気を貯めてませんか。食べてませんかと聞こえたようですね。いや、いいんですよ、難しい質問でした今のはね。はい、こんなお若い方、あら、11時がいだっつと、私も11時がい半ぐらいはこらーと思いましてね、こうゆっくりと来ましたけど、あら、早くしてくいやいどーって、あだいがにぎやかしをすっちしっちょいもしたけ、知らなかった。どのさんから聞きやったですか。カムソンタマツさん、私を見かけてないかすった、ほらち。もう下手にこういう格好はできませんね。ただのこう手伝いをするつもりで来たんですけど、はい、ないかせんか。フットが音で戦地で聞こえるかな、あれ、このオッケーね。枕崎カツオ船止め市が、グランプリをね、S1 グランプリって去年までは言っておりましたけども、去年地満、あるいは今年ですか、途中から昭和グランプリに変わったんですね。B1 グルメ市のあれじゃないですか、あれとこうちょっと間違いやすい。 S1 グランプリ取ったっていうのが、 B級グルメナンバーワン取ったっていうのと紛らわしいっていうね、ことが出まして、そうなったそうです。ちょっと待ってください。その選考会がですね、マスオさん何月だったっけ。2月です。2月ね、2月にありまして、鹿児島市でね、あれは天文館公園でしたかね。県庁の前の、ああ、違う、その前の県庁跡です。前の県庁跡。昔の県庁の跡、今のあの市民公園みたいな、あそこでしたかね。そこで。県民交流センターというらしいですね。南沙地域地場産業振興センターぐらい難しい。そこで、応援でですね、
工場をやりました。初めて工場と知ってますか？鰹節工場その工場を一つお聞き願いたいと思います。拍手が入ると次が出にかと思う拍手をもらうことはめったにないので、秋は文化の秋、スポーツの秋、食欲の秋と申しまするが、9月15日敬老の日を従いまして、本日ただいま赤くもにぎにぎしく商店街グルメナンバーワン、略して昭和グランプリに見事優勝を飾りましたる枕崎カツオ船戸飯、1000食振る舞いイベントが開催されましたることのお喜びをば向上申し上げ、立てまつりまつる。晴れの工場を務めまする私は鎌倉崎のカツオマイスター A 級ライセンス、魅力やほら、はい、90点以上、はい、何十年ぶりに勉強しましたね、16歳ぐらいまで勉強しましたけどね、勉強しまして、このカツオマイスターライセンスを認められましたるところのチャンサネと申すザッツ丼にござりまする。さても枕崎カツオ船戸飯はすでに皆様ご案内のごとくご覧になって、色鮮やかに美しく、出汁の香りも、もう改めて鰹節とは格も素晴らしいものであったかやと、ため息の出る芳しさして、また食してみていただけますれば、おお、これぞ鰹船の上で漁師がまかない食べていた船戸の飯の現代版。中央を飾る枕崎漁協が誇るスペシャル B1 船上生き締め、無縁カツオのプリンプリンの赤身、して、また古よりの名産物カツオ味噌、さらに梅干し、カツオなまり節、そこへかけ回されますのが、これまた枕崎水産加工組合が誇る商標本場の本物、枕崎かつお節、そのまた一級品、ほったれ節で取った極上のだし、これをザザザザザザとかけ回しますれば、もう言えも言えぬうまみと香りで、水前寺清子、違うか、水前の境地とはこのことや。ね、とにもかくにも召し上がれ、さあ召し上がれ、枕崎が大壇上の太鼓判の自信を持って売り出し中、枕崎カツオ船の飯にございますれば、皆様方には七重の膝を八重に折り、今日ここの家に重ね隅から隅までずずずいとお願い申し上げ、立てまつりまする。まずは枕崎カツオ船の飯、このため工場の儀、お題お題、はい、ありがとうございます。午前中は声が出らんと思うんだ。もう平平になってしまいましたね。こういえばセリフをね、
しっかり覚えて、B1 グランプリに出場権を得てですよ、しっかり覚えたセリフで行こうかなと思うんですけども、決戦覚え気なんかですかよ、どうしたもんでしょうかね。人の名前がまず覚え気なんですがよ、はい、顔は覚えるんですけどね、名前がでっこんこかな。今日は普段見かけない応援団のレディーが2人、3人。お嬢さん方はどこから、どこのボランティアですか。あ、市役所の、あら、市役所のか、市役所にこんな、一足をへっくんどらせん。ねえ、まだまあ、分かれば、え、アンさん、加勢してくれよ。まあ、工場もやりましたけれども、一般がやっぱりあの船戸飯の歌でしてね、聞いてください。
てがみはお君に見立てて船止めし帰る港を懐かしい。いい歌詞でしょね。たてがみはをあの子の面影のように思って船員さんは帰ってくるんですね。晴れてごらんよ船の飯生きていなせな船の飯枕崎カツオ船の飯カツオ船止め飯、ね、さっき召し上がったのは船止め飯じゃなかったです。枕崎カツオ船止め飯までない。どうでしたか。もうあのどっか食堂でお店で召し上がった方、はい、あの関係者が一人市内で10軒ぐらいこういうメニューに出しているんですよ。本当に、まあ、どこでも食べてませんか。まだそれは良かったです。今日が味見ですからね、じゃあ、気が向いたらですね、中町223番地の私の家まで来ていただいたら、ゆきしずさんから私の分も取っていただきます。そういうのはダメですか。やっぱり店に食べに行くですね。ぜひ、私が覚えているところで雪しずくさん、五条さん、マンボウ、なにわ、一福、正解道芸、お魚センター、大徳、それからあのかとんかつのカツ丼の菊屋、ね、お魚センターは言うたけ、五条も言いましたね。あとどうもげ、姉さん。もう一つけ。マンボウは言うた。海岸の方の。あ、フクロウさん。仲間ちだった。忘れとったよ、ほら。あの、アゴヒラさんげな。あ、いや、違うか、エゴヒラさんなんだ。細かごろな、あおひらーちんな、わやなーちかしーってやられたのね。まあ、枕崎の、 あの名物になればいいですよね。しかしながらね、私は思うんですよ。本当の枕崎の観光資源、本当の枕崎の観光資源はね、皆さんですよ。皆さんそれぞれが枕崎の観光資源。なんでかというと枕崎弁が喋れるからです。あのよそから枕崎に来て一番知らない町に来たなと思うのはね、言葉なんですよね。この言葉が意味がパッとわからない、今なんておっしゃったんですかというのを我々はもうね、標準語はもちろん鹿児島弁も喋れる、そして枕崎弁も喋れる、トリリンガルですよ、バイリンガルじゃなくてね。その枕崎弁を観光でいらっしゃった方に、あら、貝もちゃんがさつまいもじゃらおうじね、貝も一つわからないんですよ、東京から来た人はね。ないもかいもちなぎな、またいもかち持ったりしますけどね。
ういうこう枕崎弁方言のね、方言のその異国情緒が一番観光のこう、なんて言いますか、一番観光によそへ行ったという感じがする。それはもう枕崎弁のベテランである皆様方がね、枕崎弁をね、やっぱりね、どんどんまた喋ってほしいですね。ねえ、おたか頃にはあの、あら弱ぶってこわ、標準語言うなってね、言うもんでした。学校へ行けば正されよったですけどね、方言を言うと。もうあとあれですよ、30年したらもう完全に方言が消えてしまうんじゃないでしょうかね。寂しいですね。私なんかエスクワールに入ってですよ、あの介護士のお姉ちゃんに枕崎弁でひどっかこつ言う、あいひどっかこつだというふうに言われたいですね。おじいちゃん何言ってるか分かんない言ってからだけがそれは寂しいと思う ね。まあ、あたりもこうやってできる間はですね、枕崎弁のやっぱり語ってくいやりというのをあちこちで言ってさるきたいと思います。明日はケアラのな敬老会満載、はい、ケアラン社は毎年ケアラン敬老会に出てますけどね、ケアラン社枕崎弁がどうだとな、ポンポンでいくってやな、はい、ケアラもちょうどな味噌目とまだ、はい、ハマン氏とキアラ調子が違いますね。はい、そうです、詳しいですね、さすがに。うん、大体5つに分かれるそうですね。別府方面、それから浜弁、桜山ふもと弁、本など弁ね、それから金山高川、うん、だからおばさんたちは、キハあら、お前はキハラだなとか、あら、お前はクボンフラマンショーとか、あお前はちったあのなけ、シャンブラマンショーとかね、わかるんですよね、その訛りでね。ぜひ長生きしてですね、あの本当に直接教えてください。はい、あたりが知っとったのほんの母さんの浜辺ぐらいですから。あの独特の枕崎弁なんまり知らないでしょ。独特の枕崎弁っていうのがあるんですか。下半独特な、それさすがのっていう感じの、そういう草船戸、飯の船戸、船戸氏が語る浜辺があとはいか奥が深い。あだげん、おっかんも、そうですね、今前言っかせたかな、じんたらっち、まさきはじんたらっちとってはらーち、苗も貝も揃っている、たっぷりあることを、よがしんしはじんたらっちしておるわけでな、じんたらっちのものが潤っている、ものが豊富にあるっていう。ね、ジンタラって、それわかりませんね、語源は。元気がいいね。元気がいいって。ありがとう申されましたっちゅうにゃ。ありがとう申されました。ありがとう申されました。何？ありがとう申されました。ありがとう申されました。ありがとう申されましたでもいいよ。ありがとう下げましたでもいいですよ。頭を下げながらね、ありがとう下げました、ありがとうございました、よくできました、拍手。はい、学校の先生はゆっかしはならんでな、よそもんばっかりだって。私たちの頃は名倉団での先生が半分ばっかりおるもんでした。だから腹毛だけなデコったでな。あれ
ら枕座弁が出たさ、はっしとはらげられたから、歌詞と戦う時はすげえなもんでしたけど、本当にね、枕崎弁もですね、私はこう言葉のそのさっきの人たらとか、どうしてそういうふうに言うようになったのか、そういうのを知りたくてね、こう調べたりするんですよ。そうするとね、結構古い大和言葉、いにしえ言葉がね、台所を箸っていうのかな、箸元に置いてくだけ言いなさいとか、箸元って箸って言うでしょ、あれですよ、京都言葉ですよ。皆さん、おかべが豆腐っていうのは知ってますよね。あれは白壁のような感じがする白い、だけど最近知りましたね、走って台所を言うたと、京都で走りっていうんですよ。枕崎にはかつてそういうこうね、はい、そうなのよ、そういう言葉がペラペラッと早く喋られるもんだって、ちょっとね、雑白な響きに聞こえるけど、元をたどるとその京言葉、お宮言葉なんかもね伝わっている。あと面白いのはね、かきくけこがね、これはもうだいぶ昔でしょうけどね、パピプペポに、パピプペポっていう風に発音された時期が枕崎はあるんですね。その書きくけこというのは漢字の音の書きくけこ、寒冷とか乾燥とかいう時に、昔はクワンって書くもんだったでしょ、カタカナ漢字を勉強しなさいという時にクワン字をよく勉強しなさい、クワっていう風にルビを打ち折った文字がですね、あれが昔の枕木人はよく発音できる字、パピプペコという。それが例えば何がベスクタか、あれもそうですよ。プタかプタかプタなパン、あれはよペはよパンかってなパン、パンナプトがあってパンナパンヘッジョーってなパンって、珍しいよね、食べるをプーね、食べるはプー、食べないはパン、食べろはペ、食べたはプタだとね。あとアイボ、パッパランダンゴ、あれはよそ行くとカカランダンゴですね、枝のところにトゲがあって、キュッて触るとトゲが刺さって危ないから、触らないの、かからないのというので、かからんの歯で包んであるからかからんダンゴなんですよ。あれ和芸大ではパッパランダンゴだって、ねえ、ああお題の詩はパパランチ言うたわけですね。いや、おばさんがさすがに詳しいわ。あとあれがありますね、お菓子をお菓子って言われた、この3つをね、東北大の その方言調査チームが来ましてね、その先生たちに教えましたら、いやーこれは珍しい、いいことを聞きましたし、日本中にな、食べる中のプチいうところが3カ所あっち、カキクケコパピプケコチいうところが日本中に3カ所、大分県の港町、それからそれも古い方言ですよ、
分県の片田舎の港町、それからもう一つは能登半島、能登半島は富山県、あ、金沢県か、金沢県ってね、マスオ君、金沢市があるのは何県？石川です。石川県、ごめんなさい、石川県の港町、この南東市内、港町、その3カ所は食べることをプっていうらしい。あと、カキプケコの発音をパピプケコでいう言葉が残ってるそうです。面白いですね。つながってるわけじゃなくてですよ、ビョンビョンってあるんですね。こういうのはその研究チームが言うには、ある時代に、平安時代とか奈良時代とかですね、そういう古い時代にそういう発音を絞ったのがずっと残ったところなんですね。そういう特殊な言葉のサンプルに我が枕崎のプーが入ってるんです ね。今度はあのヘモちった家業ですね、なんかクッチプーじゃなかった。じゃあ、これを歌ってちょっと休憩しましょうかね。もう最後は終わらないので。静さん、犬の名前はホチ。内語でホチって言ったら知ってますか？静さんの歯がなかった。本当は犬の名前はホチだったと思う。歯がなかもんだけど、ホチって言われた。はい、こうか、ホチ。地金集めおばさん、町のエコロジスト、大きなリアカーで枕崎中をリサイクルゴミ集め流して回る長げいらんもんなおっさんコンタイナーめ地金にダンボールもらったお返しが満面の笑顔お前やよがやったらなあよーよがにせちか The smile of holy shiz 坂道を上がるルート226夕日に染まるプンカプン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 カプン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 静かに来ないですよ。静かに来ない、静かに来ない、すみませんでした。もっと真面目な歌を。駅舎ができますね。駅舎がね、はい、手を出してください。ちょっと運命線がね、この駅舎じゃないですね。枕崎は日本最南端の終着駅、
日本最北の終着駅はどこでしょうか。あら、同級生が来てるね。同級生だって。おっかさん。あらら、親孝行ですね。ありがとうございます。今一瞬親げんながのってことあるぐらい。やっぱりフッチ同級生が見てると恥ずかしいもんですね。枕崎は南の終着駅、稚内ですね。稚内は北の終着駅、終着駅は、始発駅でございますね。終着駅は始発駅という歌を聴いてください。別れて南に渡りゃ冷めた心も溶けてくる。のんびりしてるぜ浜風とおり。しみにするなよ情が尽くた終着駅は始発駅。南で出会った優しい人に、あの子のほどかげよみがえるよ。漂うと背を向け別れちゃみたな。涙で霞む薩摩富士が終着駅は始発駅。また来てしまった南の駅に、幸せ呼ぶ花咲いている。愛しているよと言ったよ。人の名前が源長の終着駅は始発駅。はい、ありがとうございました。雪しずくは折口町に行きましたか。